おはようございます。速稼塾の久保です。さあ、そろそろ忘年会、新年会のシーズンですよね。この時期になるとやっぱりね、鬱陶しいなと思うのが忘年会だと思うんですよ。特にね、新入社員の方とか、それから入社して3年目ぐらいまでの方で、社内とのね関係がうまくいってない方、忘年会ってなかなかね、上司のお別会使わないといけないし、なんか武勇伝聞かされるし、面倒だな、行きたくねえな、お金もかかるし、疲れてんだよこっちは、みたいな気持ちになりますよね。でもですね、忘年会ってものすごく大きなチャンスなんですよ。で、なんでね、会社が忘年会をやるかっていうと、社員さんのね、気持ちを知りたいわけですよね。社員さんがどういうふうにやってくるかってことをね、そういうのを聞き取りたいわけなんですよ。そして、自分たち、上司として、会社としてのこともざっくばらんに、まあ聞いてほしいんですよね。いわゆるですね、これ経営者さんとか、上司の方、幹部の方、支店長の方、部長の方の隙が最も出る時期が、これ忘年会なんですよ。この忘年会に行かずして、会社内のコミュニケーションを図れるとしたら、それは図ればいいと思います。そういう方は、もう社内でもね、忘年会なんてね、出なくても、ものすごくコミュニケーション豊かに、みんなと仲良くやってるんで、はっきり言って忘年会は行かなくても大丈夫だと思いますし、行けばむちゃくちゃ楽しいと思うんですよ。でも忘年会を嫌がる方って、普段から会社の関係うまくいってない、コミュニケーションレベルの低い人なんですよ。でコミュニケーションレベルが低いから忘年会の価値が分かんないんですよね。で、私は自分の会社を経営していて、忘年会っていうのはどちらかというと部下がやってくれて迎えられる立場でしたね。私はどちらかというと参加するだけと、まあお金を出す係なんですけどね。まあそういった形でしたけども、いま一度ね、忘年会ってブームのように行かないことの方がトレンドとかね、忘年会が鬱陶しいっていう流れに多くの方が流されているような気がするんですけども、実はですね、忘年会っていうのをわざわざ会社の予算を出しながらやるってことは、これは業務の一部だと思ってね、本音が聞ける場、本音を話せる場だと思って、そしてお酒の場ですからって言い訳も聞きますんでね、上手に使っていただきたいと思います。さあ、それでね、経営者の方に少しね、一つアドバイスをさせていただこうと思うんですけども、ある会社がですね、コンサルタントの方に、忘年会をやろうと思うんだけども、どうも社員の集まりが悪いんだと、どうしましょうかっていうふうにコンサルタントの方に相談したらしいんですよ。で、コンサルタントの方っていうのは私なんですけどね。で、私がね、その経営者さんにアドバイスしたのは、忘年会をやらずに忘年会をやる方法がありますというふうにお話しました。どういうふうなアドバイスをしたかというと、まずはね、全従業員さんに、今日はね、業務を15時に終わりますと。15時ですよ。15時に終わりますので、皆さんね、家に帰って、今日はゆっくり休んでくださいと。自由に過ごしてください。そして、これ少ないんだけども、5000円。人によってはね、幹部の方とか1万円。これ会社からの、まあ、お礼ですと。これを使って皆さんね、仲のいい人と、まあ、夕食でも食べに行ってくださいよっていうふうにして、一時金を出したんですよ。一時金を出して、今日の業務は15時までですっていう風な日をね、一日作ってくださいってアドバイスしました。どうなったと思います？これ全従業員さんは、なんとですね、会社の業務が15時に終わって、しかも一時金までもらえたんですよ。そうなると、おい、ちょっとお金もらって時間あるな、帰りちょっと飲みに行こうぜみたいな話になるんですよ。で、飲みに行く輪が広がって、これはちょっと社長も呼ばないといけないよねって感じで、社長も呼ばれたってことなんですよ。で、これがコミュニケーションの第一歩になるわけなんですよね。で、このアドバイスをしてからというもの、その会社っていうのは今でもやってると思うんですけども、1年に1回12月のある特定の日にですね、社長が全従業員さんに5000円から1万円の、まあ、一時金を渡して、そして業務が15時に終わるっていう日をね、作ってるんですよ。そうなると、社長が忘年会を設定しなくても、社員の方から忘年会を設定して、そこに社長が呼ばれるっていうね、最もいい、例ができたんではないかなと思うんですよね。まあそういうような形で、忘年会っていうのは非常にですね、会社の本音を引き出しやすい、そして自分の本音を言いやすい場所なんですよね。で、行き過ぎた場合は、無礼講っていう言葉と、いや、お酒の席だったんでっていう言い訳も成り立つんで、最高の場所なんですよ。だから忘年会に行かない人は、基本的に成績が良くならないし、給料は上がらないし、人脈も増えないし、お先真っ暗ということだと私は思うんですけども、皆さんいかがでしょうか。それでは本日は以上です。いってらっしゃい。